阪急3300系電車。阪急3300系電車は、阪急3300系電車は、1967年、昭和42年に登場した、阪急電鉄の電車、通勤系電車である。大阪市営地下鉄6号堺筋線への相互、直通運転用として、阪急と大阪市交通局の協議の上で、設計された。 1967年から1969年、昭和44年までの短期間に120両が製造され、1979年には付随車6両が増備された。1968年に登場した新方船向けの5000系は、車体各所の設計が3300系と共通している。車体寸法は、従来の半球標準車体より、 幅が100ミリメートル広くなり2800ミ、mm、リメートルに、長さは100ミリメートル短くなり18900ミ、mm、リメートルとされた。新法線へは、車体幅が車両限界に抵触するため、入線不可能である。車体寸法の協議の際、半球は、外半幅2800ミ、mm、リメートル、車体長18300ミ、mm、リメートル、連結面間19000ミ、mm、リメートルの、 阪急標準車体を大阪市は外半幅 2800mm、車体長 18000mm、連結面間 18700mm の地下鉄標準車体をそれぞれ主張した。幅については大阪市は車体幅の広い P-6 の走る路線への直通であると指摘し、また阪急側も神戸高速線より直通する 2780mm 幅の 山陽電鉄車両の受け入れもあり、半球標準車体を断念して、外反幅 2800mm とすることになった。長さについても折り合いがつかず、半球標準車体より 100mm 短い、寸法とされた。正面は、交通局の要請から全面、左側窓上に、小型の手動式方向膜が設置され、標識等は左右とも外側に寄せられた。 手動式方向幕は、境筋線直通列車の運用のみに使用され、阪急線内運用では従来車同様に運行標識板を使用した。側窓は、加工窓の開口高さを床面から 1200mm に抑え、車両限界の狭い地下鉄線で必要な保護棒を省略した。非常時の正面からの脱出の妨げにならないよう、 全面貫通扉と乗務員室仕切り扉の開閉順序が逆になった。乗務員室は保安装置の搭載数増加により客室側に 100mm 拡大され 1150mm となった。乗務員室仕切り壁の車掌台側の窓にはガラスが設置され車内放送の共鳴防止を図った。車掌スイッチは従来の半球方式から地下鉄方式の押し。 防止機になり、取り付け位置も低い位置に変更され、乗務員室側扉の開き勝手も従来と逆になった。電動車は MM ユニット方式を採用した。四角間での故障時推進が行える、要、電動車の比率、MT 比が高く取られ、主電動機1台あたりの出力は 130kW に下げられている。駆動方式は、中空軸平行、カルダン、 定格速度も低めの設定だが、歯車比は京都線標準の5.25で、弱め開示制御範囲が広く高速運転も可能である。5300系以降の車両とは異なり、近く間での加速度切り替えは行わない。一台車は乗り心地向上を目的として、半急発の S 型民電空気バネ台車を採用し、M 車は FS369。 T 社は FS69 を装着した。電動、付随台車とも、車輪径は 860mm で一体圧縁車輪を採用。基礎ブレーキは硬いだけ、式、空気バネの有効径は 480mm である。この台車は、神戸線5 0 0 0系でも使用され、以後の新造車でも改良を加えながら8000系、8300系まで採用が続いた。運転台は、 主管制御機とブレーキハンドルが個別の2ハンドル車であるが、坂井筋線内で運転士が駅出発時に警笛を使用する関係上、電気笛が標準装備されている。ブレーキシステムは初代1 3 0 0以来採用されている発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキである。当初は坂井筋線への直通運転の詳細が未確定なこともあり、 暫定的に本線の急行など優等列車用として、MT4M3T の7両編成で落成した。車番の下1桁を揃えるため、付随車の3850型は多摩数番が欠番となっている。直通運転の計画が明らかになり、阪急側は5両編成14本を用意すること、なった。地下線内の故障列車の救援推進を考慮し、 協定により編成内の3分の2を電動車とするため、5両編成では、ユニットの関係から 4M1T となった。自社船内のダイヤ検討の過程で、高槻市駅で5連プラス2連の連結解放を行う案が浮上し、その対応のために当初計画のなかった MC 車を製造することになり、3400型が登場した。3400系の形式は、 神戸、宝塚、京都方の先頭車に100番を加えるきっかけとなった。3400型は、増備が続けられ、4M1T の5両編成に蘇生変更された。一部の編成では、しばらく 6M1T の7両編成で、本線急行に使用された編成も存在した。 連海運用を考慮して3332から3348と3408から3424の34両に自動式の密着連結機を装備したが結果として連結開放運転は実現しなかった。1979年昭和54年には堺筋線の6両編成化を目的として付随車6両が追加製造された。車体は 当時増備中の後継の冷房車5300系に、順次、断面形状が若干異なるものの、5300系の5850型と同一とした。冷房装置は搭載せず準備工事者として進行し、車両形式も3950型となった。天井見つけは、従来の車両とは大きく異なり、平ら天井部に当時冷房改造が、 進行中であった2 3 0 0系などから流用した丸型のファンデリア換気装置が並ぶ独特のタイプである。1981年昭和56年から多系列に比べて大幅に遅れて冷房化改造が実施された。集約分散式冷房装置が1両あたり3台設置されたのに加えて当時の新造車と同様に補助送風機スイープファも設置され、 天井を見つけは7300軽食器があったとほぼ同じになった。1986年3月に冷房化が完了し、同時に冷房化率100%を達成した。当時総合直通先の大阪市交通局は、車両の制御装置から排出される熱に加え、冷房装置から排出される熱がトンネル内に溜まるという理由で車両の冷房化に消極的であり、 むしろ駅とトンネルの冷房化に精力的であったこともある。冷房化と並行して表示マック装置も設置された。改造時に全面窓状にあった標識灯は通過標識灯と尾灯とが別々となって相下に移設され、手動式方向膜は電動式となって種別表示と行き先表示が左右に振り分けられた。長編成果に伴い、 編成中間組み込みの先頭車の大半で運転台の撤去を施行し、3400型については、ほとんどの車両が運転台撤去、中間車化されるに至った。この改造に伴う車番の変更はない。また、京都型先頭車に設置されていたジャンパ線格納用の電乱箱が撤去され、ジャンパ線の144進化がなされている。 坂井鈴線直通列車の6連貨後は 4M 2 T または 6M の編成を蘇生した。6M は出力過剰のため3300型と3400系の番号の大きい車両で電装解除がなされ後に改版を実施した。この改版は運用の見直しにより MC、MC 拡散量に止まり飛び番を埋める改版も行われた。本系列は 初期車の落成からすでに50年が経過するが、2014年まで全車両が健在であり、本系列より、さらに経年の古い2300系も、本線用の7両編成日本が2015年3月まで残存していた。阪急の経営事情は厳しく、これらの新車による大量機えが難しいことから、2003年より5300系などの経年の浅い車両に対して、 施行されていたものと同様の内外装更新による延命工事、リニューアルが開始された。2003年より工事が開始され、2007年2月までに8両、編成5本の40両、施行順に3329回、3305回、3331回、3328回、3323回が施行されている。内容は、 他系列と同じく客用扉窓ガラスを複層ガラスで従来より下に長いものに交換日焼け対策を目的として扉妻部の化粧板を焦げ茶のものに交換日焼けが半球伝統の鎧戸式からフリーストップ式のロールカーテンに交換3305回3329回が上昇式でそれ以外の編成は加工式バリアフリー対応として LED 方式の車内案内表示装置の設置。扉に開閉通知チャイムと扉開閉予告等設置。冷房機を東芝製プーマイナス4018に交換。標識等を白色 LED に交換などであるが、本系列の場合中間化改造車の運転台撤去部には座席は設置されず、立席スペースのまま残されている点が5000系とは異なる。座席モケットは、 最初に施行された3329回は従来の素材が流用されたが3305回以降の施行者は光沢の強い素材へ交換されており若干車内の雰囲気が異なる。また一部の更新車に対してコンプレッサーの取り替えが実施されており従前から搭載されていた HB2000 型から 8300K などで採用された 交流駆動式の HS20 型に乾燥されているものもある。ただし、制御方式は抵抗制御のまま、パンタグラフもシングルアームに交換されずのままである。登場当初は京都本線の優等列車に使用され、1969年の堺井筋線開業により直通運転を開始した。九百七十年、昭和十五年に開催された日本、万国博覧会。 大阪万博期間中には、エキスポ準急にも大阪60系と共に運用された。1979年には、堺筋急行の運行を開始したが、冷房装置を搭載していた5300系を重当したため、急行の冷房化率100%は維持された。長らく6両編成を蘇生し、堺筋線直通と本線フッ通に主に使用されていたが、 1989年、平成元年に、堺筋線直通の普通列車の一部が8両化されたことを機に一部の編成は8両編成に、蘇生され、久々に本線休行にも運用されるようになった。この時、一部の8両蘇生されている、編成の3400系内し3800系の、うち、編成中央に配されている車両からは、コンプレッサー。 MG が撤去されているものも存在している。その後、ロングシート車運用が指定されているダイヤで特急にも運用されるようになった。この8両編成化されたうちの3326回のみ、純粋な中間車が1両も入っていない唯一の8両編成となった。1990年代には、堺筋線に入線する編成について、 導線用の音声合成式自動放送装置が取り付けられた半球線内では使用しない。2003年、平成15年から9 3 0 0系の導入で8両編成が増加したため、2 3 0 0系7両編成置き換えを目的として8両編成から7両編成に蘇生変更された編成が登場している。7両編成は境筋線に入線しないため、 一部の電動車は、付随車化改造されて 4M3T 構成となっている。2005年には3322と3422が付随車化され、3394と3895に改版された。2011年時点では7両編成と8両編成が存在し、京都線、千里線で運用されている。7両編成は、準急以下の種別に、 八両編成は、快速急行から普通までの各種別で運用されている。なお、河原町駅2号線発着は七両編成車で、大阪市営地下鉄堺筋線の乗り入れは八両編成車で行っている。また七両固定編成の車両が検査などで運用を離脱して本数が不足する場合には、八両編成の本系列が、 暫定的に7両編成となって運用されることがある。2014年から1300系が導入されたことにより2300系を置き換えるための8両編成の7両編成化が進行し3327回、3324回、3330回、3309回が脱車編成組換替えなどによって7両固定編成となった。 2018年10月現在、8両編成5本40両、7両、編成8本56両、9社2両の計98両が在籍する。3300系は登場から45年近く全社が在籍していたが、2010年代より1両単位での廃車も開始されている。 長く旧車になっていた3892号車と3894号車、また3324回が7両編成に変更された際に余剰となった3307号車と3807号車が2300系とともに廃車となっている。2016年、平成28年3月には1304回の 導入により3320回の8両が廃車となり、編成単位で初の廃車が発生した。さらに2017年、平成29年1月には1305回の導入により3326回の8両が廃車とな。同年3月、1306回の導入により3315回の8両が廃車となり、 リニューアル未試行者のみで蘇生された8両編成が消滅した。2018年11月現在の編成。矢印は中間に組み込まれる先頭車の運転台。簡易中間化改造車は撤去後の方向で、は、梅田向き、は、河原町向きを示している。改版が行われた車両は括弧内に、旧車盤を示す。ドアチャイム設置の部分のマークの車両は、 ドアチャイムと扉開閉予告灯の両方を装備している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。